なんだ、次はなんだ。出会いを思い出す。あの頃の私は若くひたむきで人の善性を信じ、人の気高さを信じ、何より人の愛を信じていたと思う。恋人の愛だけでなく、家族の愛や慈愛を。愛する人ができて、その思いはますます高まった。愛は永遠で忠実で裏切らず、不変なものだと信じた。それは復讐に狂ってからも変わらない。私の愛は永遠に変わらない。ダイヤモンドのように不変で純粋だと。その真実を知ったのはハーゲンを殺す直前の話。何のことはない。対立を深めた私とあの女。私たちだけなら殴り合えば解決だが、私にもあの女にも山のような部下と親族がいた。アルテラ？つまり家同士の争いになりかけており、それはすなわち国家間の戦争と同義。私が心から愛した夫はそれを止めるために命を差し出したのだという。つまり、私の復讐は何もかも無意味だったわけだ。なるほど。アベンジャーになれるはずもない。バーサーカーの方が、私のクラスにはふさわしい。ああ、だけど腹が立つ。本当に腹が立つ。愛していると夫は言った。確かに言ったのだ。でもそれはきっと、言葉をなぞっただけ。妻にした女性に必要な言葉だからそれを与えようとしただけ。だってあの英雄的行為のどこにも私の感情の置き所がない。私が嘆こうが悲しもうが知ったことか。いや、むしろどうでもいい。そう思っていたのだろう。私が復讐に走るとか思いもしなかったのだろう。嘆いて弔い、そして次の相手を見つける。そんな風に思われていたのだろう。ふざけるな、ふざけるな。もうマジで心底から腹が立つ。いやー、それはもうそこまでは思ってないと思うけど、ただやっぱ英雄的な自己犠牲によって自分が悲しむのになんでしたのっていう話は、そうだね。なのに腕は上がらない。聖杯から得た圧倒的な魔力も、私の復讐に狂った情念も、竜殺しの正しくかかるべき一撃が私の体を跳ね飛ばした。おお、クリームヒルトから聖杯が抜け出すぞ。マボ了解。聖杯回収。了解しました。できるか。よし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 、妨害がなかった。勝負あったな。うん、どうした。やたら顔がこわばっているわ。そろそろかな。何が？そろそろ。あ、結局ダメだったのね。1万を超える軍勢も、2つの聖杯も、私の魔剣も、何より復讐への憎悪も、あなたの敵ではなかった。そんなことはない。君は強かった。そして、君の強さと弱さを俺はもっと信じるべきだった。それは、俺は君がどれほど挫折をしても立ち直れる人間だと信じた。その強さがあればきっとより良い人生を送れるだろうと。ああ、俺はもう一つの君の愛に対するあまりの気高さを信じるべきだった。男は肩を落とし、私は唖然とした顔でその落胆を眺めている。どうでもいいのだとそう思っていたのに、今さら何よバカ。そうだな、バカだと自分でも思う。そして辛い辛い。自分の愚かさを顧みるほど辛いことはないだろう。俺は間違っていた。そして今からまた間違える。ん？マサ、いや、マボ。あっ！いいよ、わかった。クリームヒルトの魔剣はもう振るわれることはない。聖杯から供給されていた彼女の膨大な魔力も今の戦闘であらかた吹き飛んだ。俺は彼女を殺そうとして殺しかけ、そして今ここにいる。約定通りの状況だ。許してほしい。わかった。今までありがとう。俺こそ、そういう約束だったのね。我が愚かな願いを叶えてくれて感謝する。では。え、何をしているの、あなた。君の得意点を確立させるという野望、夢。まあ、故障は何でもいいが、それはついえた。確実に。
聖杯も向こうが回収した。これでやっと正々堂々と君のために戦えるというものだ。ああ、はい。は？驚かせてすまない。だが前から決めていたことなんだ。クリームヒルトの野望がついえて、そしてそれでもなお彼女が生きていてくれたなら、俺は彼女のためにこの剣を振るいたい。あなたと敵対することになったとしても、そしてそのために自分が死ぬとしても。なんでそこまでする必要があるの？ダメダメよ、認められない、そんなの。クリームヒルト、俺は君を勘違いしていたが、君だって俺を勘違いしている。え？愛した者のために戦うことは、それほど不自然ではあるまいよ。ああ、ジークリート！チェックする私にジークフリートは微笑みながら手を差し出す。立とう、そして勝とう。君の誇りのため、君の愛のために。事情を理解した私はなんだかおかしくなって笑ってしまった。差し出された手をつかむ。けれどあくまでそれは壁の取っかかりをつかむような気分で、私は引っ張られるより先に自力で勢いをつけて立ち上がった。図に乗らないでね、ジークフリート。もちろん私はまだまだ戦えます。ですがあなたという戦力がいるなら、より強く戦えるというものです。ああ、よかったね、本当に。そうだな、その通りだ。やはり君は諦めない人間だった。私の魅力、諦めないことだっけ？他にもいくつかあるが、他人にのろけるほど俺は自分を認めてはいない。要するに他の男が怖いからのろけたくない。ん？あなたまさか他人に私を取られると思っていたの？そうだが。チェックしていたらなんか夫婦漫才が始まってるんだが。夫婦じゃないわよ、夫婦ね。同じだよ。カドック怒ってる？いや、まあ裏切りはどうこう言える立場じゃないしな。それにサーバントの願いを叶えるのもまたマスターの務めなんじゃないか。でも負けることは許されないぞ。向こうも勝ちに来るつもりらしいからな。もちろん感謝する。だが手加減をせぬ。そうね、勝ちましょう、ジークフリート。なんて言ってるけど、実のところも互いに全くの見せかけだ。反人類史の皆様におかれましてはどうか安心してほしい。今から行う戦いはただの離別の儀式なのです。やだわ、まったく。私こんな幸福な終わり方していいはずないのに。ああ、いいんだよ。それでいいんだよ。それで本当にいいんだよ。本当にそれでいいよ。いや、そのままでいい。いやー、いい話だね。どうしよっかな。行こう。いい話ね。
私の出番かな。ではいや、これでこいつは手強そうだ。ごめんね。君に全チップをかけよう。頼むぞ。何事もやればできるさ。またひらめいた。テスラコイルである。刮目せよライトニング。ご要望とあらば。こっちも人に守らないといけねえんだ。いにしえの神々よ眠れ。今や我々こそが神話を紡ぐシステムケラウノス。無念はない。ありがとう。ここまでなのね。でもいいわ。私はごめんね。あなた、ご苦労様。じゃあ次に行こう。これあれなのかな、通常攻撃にもボイス新ロックというかなんかついてたのかな。どうなんだろう。やるべきじゃなかったか。これをここまでか。ねえ、本当にいいのかしら。私ひどい女なのに。君がひどい振る舞いをしたとしても、君がひどい結末を迎える義務はない。いえ、十分にひどい結末よ。だって私後悔してる。私の狂った復讐もこの状況も何もかも。ならそれが君、俺と君の罰であり贖いだ。行こう。俺は君と共に死ねるんなら後悔はない。そう。なら手を握って、離さないで。落ちて、会わないように消えるまで、どうかどうか。終わったか。まだだよ。そうだな、まだ最悪のやつが一気に残ってた。マスター、こちらの観測結果ですと聖杯が3つ確保されていますが大丈夫。復讐回帰のサーバントは既にほぼ大部分が消滅しています。一部は残ったまま降伏を選んでいますが、既に3回帰は統一されました。速やかに退去という形になるかと思います。何はともあれよくやった、よくやったな。得意点消滅の気配が全くないね。そりゃあだってまだ残ってますもんね。あら、もう終わりましたのね。復讐海域は終わったよ。そう、三つの聖杯が集まり反逆するサーバントたちも消えていく。贅沢で不思議なものです。疎ましいとすら感じていたあの醜く身勝手な争いと、それに興じていた者たちが消えてしまっただけでこんなに寂しくなるなんて。私もこれで失礼いたします。あ、最後に、ん、私あなたがアンチン様だと思うのです。ちょっとわからない。自分のことほどわからないものですからね。大丈夫です。私の観察眼を信じてくださいまし。それではお先に失礼します。どうか良き日々をお過ごしくださいませ。ああ。まだ、あるのはわかるんだけどさ。この2個でじゃあ本当に終わりってこと？いや、戻ったか。すでに報告は受けている。こちらの報告だ。聴覚はこちらの攻撃によって死亡。だが消滅の仕方が暗殺時と同じだった。本物であるという確証は取れていない。そちらに向かったジークリートは、クリームヒルドと相打ちになった。ま、聖杯は手に入れたんだからいいだろう。うん、なるほど。だが聖杯を手に入れたにもかかわらず得意点が崩壊しないということはやはり彼かでしょうね。自信か。いや、これは何です、何です、緊急通信。いや、これはん
おお。王道復権連合軍の皆、おめでとう。かくして反人類史への反逆は終わり、得意点は崩壊すると思うかね。俺たちにまで通信をつなげるなんてな、何者だ。私はジェームズ・モリアーティ、異星の使徒であり、反人類史へ反逆する最後のサーバントである。やあやあ、ブラダマンテニ・ヨハンナ、久しぶりだね。君たちが情に溺れるとは計算外というわけでもないか。確率と説明にそれはあった。胸を痛めることはない。君たちはもとより反人類史側、得意手の熱に当てられてそうなったにすぎぬかもしれませんね。ではあなたは熱に当てられていないと。もちろん。誰が三海域を統一するにせよ、それは必要な儀式以上の何者でもない。儀式か。そう。では、もうやはり、あなたはそうなのね。おや、私が何か。熱に当てられていない、そう言ったけれど、多分それは違うわ。なるほど、かもしれない。ホームズの魔法殿！これは一体、この男は？いやあ、ドンキホーデ・デラマンチャ。偉大なるホラ吹き男じゃないか。隣にいるのはサンチョ、ドゥルシネーヤ、それとロシナンテ、ああ、それと、それ以上私の内側を切開するようなら、セクシャルハラスメントで告発いたしますね。セクハラだの、ストーカーだの、散々だね。おっと、さすがに計算外の返され方でちょっと驚いた。いいともいいとも、君たちは問題ない。どの道も持ちそうにないだろう。そのようですな。我らの役割はこれで終わりか。はい、そのようです。おめでとう、おめでとう、君たち。ああ、そうそう。君たちの奮戦によって得意点が解消されることはない。つまり全く無意味だったのだが、どう思うかね。は？どうして？突然何を言い出すかと思えば。モリアーティ君、先達としていいことを教えてやろう。その戦いとは無意味なもの、人生とはほぼ無意味なもの。さりとて投げやりに過ごしてたりしてはいけない。妄想にとらわれてもいいが、妄想に対して不真面目でもいけない。わしは騎士になるという夢にとらわれた。だから騎士として尽力した。騎士になる夢にとらわれたのに、乱暴狼藉を働く山賊に堕落するわけにはいかぬじゃろう。それにこの戦いに意味はあった。なぜなら彼らが生きているからだ。そうか、ドンキホーテ。では一足お先にさらばです、皆皆様。あ、ごめんなさい、間違えました。皆皆様行こうか、山頂。言いたいことは大体旦那様がおっしゃってくれましたので。さようなら皆様、そしてモリアーティ様も。こちらささやかですがお詫びの贈り物です。ミネルバ。お、ミネルバ。この得意点解消の最後まで石膏の務めを果たしてくれるでしょう。では旦那様。うん、おさらば。さらば。いい英霊だった。本当の騎士だったよお前は。で、お前さんは結局一体何がしたいんだ。もちろん戦いだと思う。カルデアとの決戦、いや、シャーロック・ホームズとの決着か。そうか、もちろん受けると思う。宿敵たる君なのだからね。ここから先は正々堂々の知恵比べ。先輩が私の思うより神がかった知恵を持つのであれば、私の敗北だろうさ。だけど私の想定内であれば私が勝つ。来い、シャーロック・ホームズ。場所は三海域の境界線中央、そこにステージを用意した。その舞台の名はライヘンバッハの滝。ふさわしいだろう。そうだな。ではさようなら先輩、さようならカルデア、さようならサーバントたち。ジェームズ・モリアーティ、ついに出てきたか。しかしこの得意点での役割は一体何だったのだ。私たちの前に出てきた時は、海域の統一を進めることとカルデアへの警告、そのくらいでした。多分彼にとって私たちではどうでもいい存在だったのでは。もっと踏み込んでしまえば、この得意点すらもどうでもよかったのかも。彼が求めたのはカルデアと宿敵と決着をつけることだったのでしょう。あ、私とヨハンナさんもここまでのようです。いろいろありましたが、共に戦えて光栄でした。にしても海域が統一されても、まだ反逆に胸がうずきます。そういうもんか。そういうもんですよ王様。
今度は真っ当な召喚だといいな、まったくもう。ではお先に。私も去ります。そして心から祈りましょう。反人類史への反感は今でも捨てきれないけど、でもあなたたちの無事を心から祈りますし、コンスタンティノスという柔らかな笑顔を浮かべる皇帝が実在したなら素敵だと思います。反人類史、シャルル・マーニの問いかけに今なら胸を張って答えられる。私はそれでもと言えます。それでもその願いに応じるのだぞ。だと。だからみんな頑張れ。いい子だね。よかったね。戦闘ぐらいあると思ってたけどなかったな。なんな、多かれ少なかれこの得意点のサーバントはほぼ全てが反逆心を持っていた。異性の人の影響ではなくマスターの影響かとして。いや違う、戦争で飛び交った無数の霊獣。一番大事な手がかりはあれだ。やはりモリアーティは異性の人であってマスターではない。ホームズ、そこまでにせよ、すぐに旅立たねばならぬ。これは失礼。とはいえ世は未だ霊気の破損が修復できず、モリアーティとの決戦では足を引っ張るだけだ。マスターの魔力とも考えると、カルデアの霊気グラフに退去した方が良さそうだ。シャルル・マーニュ、我らが父よ、貴公に我がマスターを託したい。乏しいが実体化に必要だった魔力を受け取ってほしい。ありがたく受け取るが、悪いが俺は大ぐらいだ。もらっても戦える時間が1分増えるかどうかってぐらいだぞ。それだけあれば貴公にとっては十分だ。そうだろう。かもな。ではマスター・カドック・ホームズ、ナンジェラの鬼人を待つ。ありがとう。お疲れ様。得意点からサーバントの気管信号を受信。気管次第すぐに治療体制に入ります。この得意点もあと一息だ。気合を入れるのはさまよ君たち。戻ったらご褒美ください。いや構わんけど、お前さん何か欲しいものでもあるの？いろいろと。まず美味しい食事、うん、それから大人数でやれるゲーム、うん、私は参加しないからね。それから暖かく大きい風呂、ぐっすり眠るベッド、うん、すべて一応前向きに善処しよう。う、やる気なのかい？本当にやる気なのかい？それは前向きに善処ってあなたやる気がないんじゃ。飯だけ作ってこれで勘弁してって言われそう。さてと、ミネルヴァ、石膏を頼む。あ、ジョフクちゃん？道術の呪符だな。目印に作っておいたらしい。なんか手紙というかメモ書きがあるぞ。どれどれ。かわいい。お、これを読んでいるということは私は戦死したか、無念、あるいは勝ったけど退去したとか。まあどっちでもいいや、後者でした。さて、いろいろとお世話になったし、いろいろとお世話にしてあげたし、ここは一つ私からとっておきの情報だ。私が思うにマスターはサーヴァントでそれぞれ違っている。は？なぜなら私を引き当てたマスターについて同術で占ったところ、優しく人を恨まず人を憎まず、どうしてだけどやはり許せず、そんな風に思いながら召喚したと気に合った。一方試しに別のサーヴァントを対象として占ってみると、殺す許せない、人類をここまで殺して許せない、どうして、そんな風に出ていて、そのサーヴァントは例の騒動で王道海域から苦衆海域へ抜け出した。そう私思うの。私たちの反人類史に対する反逆、反発心の差はマスターの才じゃないかって。つまりマスターは召喚されたサーヴァントの数だけ、もしかするともっともっといたのかもしれない。何かの手がかりになるかもだから一応伝えるだけ伝えておくね。じゃえは？は？反人類史、反逆、優しく人を恨まず人を憎まず、どうして、だけどやはり許せず、殺す許せない、人類をここで殺して許せない、どうして、白紙化地球。俺たちが来た場所は、俺たちが人類を
修復できなかった先、新しい反人類史が、例えば一部収章で俺たちがビエティアに負けて新しい反人類史ができるのかな。それって俺たちじゃない別の存在が、永遠に生きるような存在たちが生まれてきて、とかで旧人類は消え去る、旧人類は今の反人類、まあゲーティアが生み出す新人類を憎むよな、殺されるというか何もなく殺されてるから、その恨みみたいなものがマスターとなって召喚される。どうぞサーバントを召喚してってことだとしたら、それを集めてるやつがいる。誰だ、異星の神、いや異星の神は関係ないんだよな、ほとんど。何か別にある、こんなものをやってる人間、モリアーティ、複数のマスター、その可能性は。だがしかし、悪い、歩きながら考えようぜ。俺の方は時間がないからな。あい、なんならライヒンバッハの時に到着即消滅までありえるぞ。失礼した、すぐに出発しよう。幸いキャスターが作成したゴールデン馬車は残っている。シャルルマーには魔力消費を抑制しつつ全力で走れば間に合うだろう。頼む。じゃあしばらくの間霊体化しておくな。どういうこと？いやー、ちょっとどういうことなの？マジで全然わからねえぞ。